天然真珠シードパールブローチこのブローチは1890年頃に作られた作品です。真珠がすべて色が揃っていて状態も非常に綺麗です。当時真珠はまだ養殖真珠が 作られてていなかったのですべ天然真珠でした天然真珠は無核真珠といって真珠層だけでできた真珠なのでこうして100年以上経ってもその輝きを失うことなく私たちを今でも魅了してくれます。現代の真珠は多くが 真珠層は0.2ミリほどで、中に貝殻が削られたものが入っています。こうして100年残ることなどは、今の養殖真珠では考えられませんね。この作品、裏を見ると、金がしっかり使われていて、留め具にはカバーがついています。 針も金の針が使われています。またこのチェーンはストッパー用のチェーンでこの先端の安全ピンのようなところをこうして洋服に留めブローチ本体を留めてここが本体が外れた時に ストッパーが引っかかって取れないような構造になっています。このようになりますね。また、実際にご使用いただくときに、このストッパーのチェーンがデザインになって美しいということもあります。 最近イギリスのマーケットではなかなか状態のいい天然真珠のブローチは少なく色がまちまちであったりまた真珠が欠けていたり状態がいいものがなかなかなくなりましたこれだけ真珠が詰まっていて綺麗なブローチに出会うと嬉しいものです動かしてみても照りがいいのが伝わると思います さりげなく使いやすい良質な作品だと思います。最後にその作りをもう一度見てみると、真珠が一個一個ハーフカットされ、すり鉢状にハンドカットされた台に小さな爪でセットされています。手作りの本当の作りの良さです。天然真珠は、 純潔と純粋の象徴であり、上品な使いやすい作品だと思います。